MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日話題にしたいのはエンジンカーです。私ずっとTG10 Mark II を愛用しておりまして、これまでいろんな動画も上げさせていただいているんですけれども、ずっとご覧いただいている方はご存知の通り、最近エンジンに随分苦労しておりまして、うまく調整ができないんですね。で、多分ちょっと掃除が足りてないのかなぐらいの感じでは思っているんですけれども、またちょっと今度の週末に走らせる機会があるので、それに向けてメンテナンスをちょっとこの後していこうかと思っております。まだねこの車も頑張ってほしいなと思っているところなんですが、一方で、今ちょうどタミヤのサイトにも出されているんですけれども、 TG10 Mark II の新型が発表されましたね。それがこちらなんですけれども、TG10 Mark II FZ レーシングシャーシキット2022ということで、最新型の TG10 Mark II ということになります。で、写真とこの今使っている TG10 Mark II と、見比べるまでもなく、ありとあらゆるところが変わっております。実際ね、これ初期も初期なんです。最初に出た TG10 Mark II のシャーシキットを購入して以来ずっとそのまま使っているということなんですね。で、エンジンもその時に、これ確か別売りで出てたと思うんですけど、これいいエンジンでね、今でも本当よく回るんですよ。だからいいんですけど車自体がもう相当古くなっていて、でかつてここのセンターシャフトっていうんですかの、ピンが抜けたことでえらいトラブルになったこともありまして、それからですね、ここはなんとかいろいろパーツを今時のやつに変えて、前後ユニバーサルにセンターは変えているんですけれども、それぐらいですよ、アップデートしたといえば。もうこの辺のサスマウントもプラスチックのね、一体型のもので、今時の調整式のものでもありませんし、ダンパーだってね、一応アルミダンパーですけれども、これ最初からついていたものです。アッパーデッキも樹脂のままですし、何もかもがとにかく初期のままなんですよね。で、今回見比べていると、ダンパーステーもカーボンになる。で、ダンパー、オイルダンパー自体が SSBB になるんですかね。このシャーシ用にリファインされた、いいダンパーがついていると。で、前後ユニバーサルシャフトであるとか、軽量フライホイールであるとか、いろいろね、もう今考えられる最新のパーツに全てアップデートされている。しかもシャーシも少しナローになるのかな、ということで、ロールした時にすりにくくなると。ここがね、これ今これそうなんですけど、もうこの辺りがこうほらピカピカになってでしょ、擦れてロールした時にもうここがどうしても当たるんですよね。でもう削れて削れてシャーシが薄くなってなんですよね。かなり使い込んでいるという感じのシャーシですよね。なので、今回ですね、この11月発売予定となっているこのレーシングシャーシキット2022を購入しようかなということで、現在検討中なんです。で、シャーシに関してはもう全てが良くなっているわけで、もう何も躊躇することなく、もう爽快でもちろん構わないんですけれども、一つ引っかかっているのがエンジンなんですよ。これね、写真を見てパッと気づかなかったんです、最初はね。で、だいぶ経ってから、ここ何か変なものが出てるなと思って、よくよく見ると、これリコイルエンジンなんですね。そう、リコイルスターターがエンジンについてるタイプのもので、要はスターターボックスがなくてもエンジンがかけられるっていう、なんていうのかな、初心者向けって言ったらあれなのかな、お手軽タイプのエンジンがついているということで、これして、あ、そうなんだ、リコイルなのかっていうのが一つ大きく引っかかったのと、
リコイルということはすなわちこれ後方廃棄じゃないっていうことなんですよね。本来後方廃棄のあのマニホールドが出てくるところにあのリコイルスターターがついてるわけですから、であれを蓋してしまうとあのオプションでねリコイルは取ることはできるんですよ。でそこにこう蓋をすることはできるんですね。でそれをすることによってスターターでエンジンをかけると。でリコイルってやっぱり手軽にかけられる反面、やっぱそこにロスが生じるんですよね、駆動ロスが。だからいわゆるレース用のエンジンっていうのはリコイルなんかついてない、みんなスターターボックスを使うっていうのがもう基本になってるんで、私も今スターターボックスを使ってこれね、だからこれ後方タミヤエンジンですけど後方排気なんですよ。だからまあよく回るいいエンジンかなと思ったんですが、そうだから後方排気でもないって、あそうなの、単純比較はできないですよ、使ってないんで分かんないですけど、おそらくあのただポケットならポケットで、指定されている OS のエンジンってあるんですけど、それも、まあ、あのパワー的には比較的マイルドなクラスのエンジンだとは思うんですけど、それとて後方排気のリコイルなしのタイプですんで歯が立たないのかなという、まあ、使ってもいないうちから言うのも失礼なんですけどね。だからあのタミヤグランプリで、使う場合はもちろんこのエンジンを使わないといけないっていうのはもう分かってることなので、まあ、タミヤ用にエンジンとして、まあ、エンジンを持っておくのはいいことなんです。せっかくなんでそのタミヤシャーシを買うんですから、タミヤレースにも出たいなと、あの掛川サーキットに持ち込んでレースにも挑戦してみたいなと、むしろそれがないんだったらタミヤシャーシにする意味もあんまりないかなっていう、他にね、いろいろなんだハイエンドなエンジンカーあるじゃないですか、10分の1のね各社から出ている、そういうものも今回ちょっと考えたんですけど、まあ今もね TG10 ずっと使ってきてますし、まあこのシャーシ自体にも愛着があるんで、せっかくだからこの新しいの欲しいなと思ったんですけど、エンジンそうかっていうのが今ちょっとかなり、引っかかっているところなので、ちょっとどうしようかなっていうところなんです。まあこれをね、このエンジンが使えるんだったら引き続きそれを乗せて、これをそのまま乗せてもいいと思うんですよ。これクラッチもね、レーシングクラッチのいいものが入っていますし、この何だったっけ FZ エンジンっていうんですかね、これってバネでビヨーンって伸びるタイプのクラッチじゃないですか。あれそうかーみたいなところがあって、なのでまあそれを使って楽しむっていうのももう一つもちろんありなんですけど、ちょっとねそこら辺をどうしようか、今後懸案事項ではあるかなということもあるので、なおのことこのエンジンがちゃんと使える状態なのかどうかというのがポイントになってくるんですね。なので11月発売予定ってなってますんで、まあおそらく11月末年末に向けての、まあいわゆる、ボーナス商戦に向けて、クリスマス商戦に向けての新製品だと思いますので、まだ今9月ですから、まあ、10、11、まあ、2ヶ月以上はありますので、その間にですねこれまだまだ頑張ってもらって、次のその2022のシャーシに引き継いでいけるような、まあいろんなもの、まあデータ的なものとかですね、ノウハウも蓄積していきたいなというふうには思っております。まあ、とにもかくにもですね、すごく魅力的なシャーシが登場してくるなぁとは思っておりますので、シャーシ自体は、すごいかっこいいですしね、速くなりそうですしね、だからエンジンの部分だけがちょっと自分的には引っかかってしまっているんですけれども、そこを今後どうしていこうかいろいろと考えていきたいなというふうに思っております。ですんでね、同じく TG10 を、まあ、これまでも楽しんでいらっしゃる方とか、まあ、今回ね新しくエンジンカー始めてみようかなという方もいらっしゃるかと思います。そういう方にはリコイルエンジンというのはとてもお手軽で、要はスターターボックスをまた買わないといけないとか、ああいうのもエンジンカーの敷居を上げちゃってる一つかとは思うんですよね。だからエンジン乗せ替えれば乗せ替えてもっといいものをつけて、でスターターボックスも購入して、本格的にやっていくっていうのもありですし、まあ、さっきも言いましたけれどもリコイル自体は外すこともできるので、まあ、タミヤのエンジンそのまま使って、その
ね、スターターを外すっていうやり方もあるかと思いますので、まあ、いろいろ楽しみ方あると思うんですよね。ということで、うん、ちょっとエンジンがなーっていうところではありますけれども、ひとまず購入に向けて前向きに検討しながら、またこの TGT Mark II 初期型です楽しんでいきたいと思っております。